こんにちは、東京あんよです。今回は千葉県の幕張町にある大須賀山、堂の山にある幕張安種の首塚をあんよします。幕張安種は室町時代の武将で、千葉安種とも言われます。第14代当主千葉光種の次男にあたります。幕張安種は一族の内紛に乗じて千葉氏宗家を滅ぼしたことで有名です。時は享徳3年、鎌倉公方の足利重氏が関東管領上杉憲忠を誅殺したことで享徳の乱が起こります。幕府は上杉氏を支持、重氏は鎌倉を追われ下府佐古賀城に入り、古賀公方と称しました。下総守護であった千葉氏のもとには幕府と重氏の両方から支援の要請がありました。千葉家当主千葉種直は幕府の依頼を受け重氏討伐に乗り出しますが、安種は重氏の支援を主張し対立します。これに筆頭重臣の原氏と円城寺氏の対立が絡み、千葉家は二分されることになりました。享徳4年に千葉家の重臣原種房は宗家の居城である千葉城を攻め、千葉種直、種信伏を、千田の将へ追いやります。その後安種も加勢し、千田の将の多古城島城に立てこもる千葉種直、種信伏を討ち宗家を滅ぼします。この報を受けた将軍足利義政は幕張安種追討の命を発し、千葉一族であり美濃郡上郡篠脇城主の遠常よりを下総に派遣しました。遠常よりは安種の本拠である幕張城へ攻め入り、たまらず安種は幕張城からお弓へ逃れました。しかし安種は上総八幡の村田川にて遠常よりに撃たれたと言われてます。安種の首は村田川の岸辺で晒し首にされた後、京都の東寺夜塚で晒し首にされたと言われてますが、安種の家臣が盗み出しこの地大須賀山に埋めたという伝承があります。伝承によるとその後この地では火の玉が飛ぶということから念仏堂を建立し、安種とその家臣らの霊祭供養を行いました。この五輪塔が幕張安種の供養塔と言われてますが、それを証明する正式な文献などはないそうです。今回は幕張安種の首塚を案与しました。謎が多い首塚ですが、全体的に厳かな雰囲気が漂っていました。